24年ぶりに東京での開催で話題を集めた東京モーターショー。会場の東京ビッグサイトには前回上回る84万人以上が来場した。彼らのお目当ては世界各国から集結した未知なる最新モデル。それは間もなく発売されるニューモデルだけではない。注目は各メーカーが将来の自動車像を形にしたコンセプトカー。そこには我々がまだ見ぬ未来がある。ワンツードライバーゲン、そしてメルマーキュアです。今年のショーのテーマは世界は車で変えられる。日本屈指のモータージャーナリストを驚かせた衝撃の車が続々登場。さあ参りましょう。未来が見える東京モーターショー。モーターショーといえばニューモデルやコンセプトカーの発表。各社が最先端の技術を結集して作り上げた車は、その大半が世界初公開や日本初公開というここでしか見られない貴重な車。ショーを彩るコンパニオンたちも含め、各社がこの日のために準備を重ねてきました。まずは話題のコンセプトカーをピックアップ。とその前にこの方をご紹介。国際モータージャーナリスト清水和夫さん。日本カーオブザイヤーの選考委員を歴任し、次世代自動車に独自の視点を展開する大ベテラン。そんな清水さんがセレクトするコンセプトカー、気になりますね。今メルセデス・ベンツのブースに来たところです。ここにあるのは2025年のメルセデス・ベンツの高級車、次世代の S クラスをイメージしたあの未来のコンセプトカーですね。将来の高級車はこうなるぞっていうような、いろんなこう新しい技術がこの中に満載されています。メルセデス・ベンツ F125。 カール・ベンツが1886年に初めてガソリン自動車を開発してから125年、そのことにちなんで作られたコンセプトカー。なんとドアもセンサーに手をかざすだけで開けられます。内装は近未来をイメージしながらもメルセデスらしい重厚感を残しているのが特徴。そんなデザインも目を引きますが、この車が未来の高級車と言われるわけは一体何なのか。それはズバリ事故を起こさない車。カメラを使って周囲の建物や歩行者の状況を認識し、必要に応じて危険を回避するシステムが投入される予定なんです。ゼロクラッシュみたいな、そういう自動車を目指していく、それがスローガンではなくて、いよいよ現実的な技術になっていくというのが、これからの2025年に向けた重要なメッセージを持った車です。いや、単純に本当にかっこいいですよね。ぜひ乗ってみたい、そんな一台です。さて、コンセプトカーのデザインはどこのメーカーもとにかく斬新なものばかり。こちらはルノーのキャプチャー。ボリューム感のある大胆なデザインですが、実はインテリアがすごいんです。なんとシートはフレームの中にロープ素材を貼ったもの。洒落たワーキングチェアのようなイメージ。ルーフの取り外しが可能な未来型 SUV 車。二人で世界を旅することをテーマとしたコンセプトカーだそうです。
そして未来的なデザインで大きな注目を集めたのが BMW i8。 この車はフロントがモーター駆動で、リアはエンジン駆動。世界の BMW が発信する未来のプレミアムスポーツカー。デザインも大胆ですが、意外とリアリティを感じられる作り。最高時速250キロでありながら低燃費を実現しているのも特徴。実はこの車、現在公開中の映画ミッションインポッシブルゴーストプロトコルにも登場しています。チェックしてみてはいかがでしょうか。さらに最も衝撃的なデザインはトヨタのコンセプトカー。これからとんでもないことが起こります。なんと車体に花が。実はこのファンディという車、車体そのものがモニターになっているんです。今の子供たちが大人になった頃をイメージして作ったコンセプトカー。スマートフォンがそのまま車になったというような機能を持っているということで、いろんな情報を車に転送したり、車に表示することによって、自分の個性を表現する、あの車でいうとカスタマイズの世界をこの映像デバイスで行うことを考えています。まあ、色だけではなく、まさに動くフェイスブックといった感じです。さて、清水さんが次に向かったのはマツダのブース。今年のモーターショーで多分一番かっこいい車がこれだろうなっていう感じがしますね。まあ、世界中のプレスがですね、このマツダのこの新しい竹里というデザインを見て、もう椅子から転げ落ちてましたね。竹里というネーミングの由来は、この車が持つ男性的な色気と力強さから。マツダの次世代セダンにはこのデザインがかなり踏襲されるはず。独自のエコシステムスカイアクティブテクノロジーでエンジン性能には定評があるマツダ。そこにこの洗練されたデザインが加われ、ばマツダの新しい顔になるのは間違いありません。限りなくこのデザインを生かして量産車を作ってくれれば、特にこの、いわゆるこうフェンダーアーチのあたりは、いわゆるこう草原を走る動物をイメージしたというふうに言われてますけども。このコンセプトカーをもとにしたセダンの登場は2013年頃。これからの動向に注目です。続いて日本のニューモデルや新技術をチェック。実は今年の東京モーターショー、各日本の自動車メーカーはそれぞれ得意とする分野にですね、自分たちの企業として、あるいは自動車メーカーとして進むべき方向をしっかりと見定めて、そこに向けたビジョンや新しい技術が出てきたというふうに見ることができます。トヨタは得意のハイブリッド技術を駆使した2台が話題。このアクアはトヨタがハイブリッドの決定打というテーマで市場に導入する新型車。最近の軽自動車はリッター30キロも当たり前。しかしこのアクアはそれ以上の燃費の良さが最大のセールスポイント。低く構えたフォルムはスタイリッシュ。ハイブリッドコンパクトカーとして今後中心的な存在となりそうです。本日はレクサスブースにお越しいただきまして誠にありがとうございます。もう一台の新型ハイブリッドは高級ブランドレクサス GS。 フォードはセダンでありながらスポーツ走行を楽しめるモデルとあって、ハイブリッド仕様もパワフルさを強調。
ハイブリッドは単に燃費に対しての有効なデバイスなのではなくて、ハイブリッドが持っているもう一つの力、それは、もっともっとパワフルに、エコでありながらパワフルなドライビングを楽しめるという、理想のドライブトレーナーだと思っています。パワフルいいですね。ハイブリッドも新たな時代に突入しつつあるということでしょう。続いてはホンダ、清水さんの注目は。 This is J car という感じですね。実はホンダの、軽自動車、N コンセプト、N ボックスが、実用車として登場しましたね、量産車として。この車は60年代の軽自動車の名車 N360 を現代の技術で復活させた車。バイクメーカーから出発したホンダの真骨頂は小さい車。かの本田宗一郎が掲げた室内は広く、メカニズムは小さくという哲学を具現化したモデル。最大の特徴は極限までコンパクトになったエンジン。これにより広い室内空間を実現しました。ホンダは今後も軽自動車を次々と投入していく予定。どんな時代でもホンダはらしさ、アイデンティティがはっきりしています。はい、三菱といえばアイビーム、アイビームといえば三菱、いわゆる電気自動車の日本の先駆者ですね。電気エネルギーという見方をすると、自動車と車と家庭は共用できるんですね。三菱は車だけでなくモデルルームを展示。これは電気自動車アイミーブと連動した未来型の住宅システム。この住宅、実は駐車場にとんでもない秘密があるんです。それはこちらのパネル。この上に駐車するだけでなんと充電が可能。さらに車に蓄えられた電力を逆に家庭用の電源として使うこともできるんです。多分こういう住宅が近い将来の、日本の、住宅に入ってくるんじゃないかなという気がしますね。実は今年の東京モーターショーで、私が一番気になっている車を紹介しましょう。ここにあるのが、スバルの BRZ というスポーツカーですね。清水さんの目を釘付けにした BRZ、 実はトヨタと共同開発したスポーツカー。スバルはもともと水平対向エンジンなどの技術力でラリーでは目覚ましい活躍をしてきたメーカー。一方トヨタは最近このクラスにスポーツカーを作っていませんでした。そんな中、トヨタが企画とデザインを担当し、スバルが設計開発を行うという珍しいコラボが誕生したんです。私はこのプロジェクトに関して言えば、お互いが持っているものを組み合わせると、新しい、今までにない新しい車の価値を、